はい、どうも皆さん、こんにちは。ママガイです。今回も赤顔2やっていきましょう。なんか意外とちょっと長くなっちゃったけど、ごめんなさい。やっていきましょう。コンティニュー。ポン。データ3をローディング。デン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 と。こっち行ったら、ガオアカが来るから。ガオアカ来るから、逃げます。ガオアカから、逃げたかったのよ。謎のあれは入ったけど、逃げたかったのよっと言いましょう。ガオアカが来るからこっちのインを取る。ガオアカがね来ますから、してこっちのインを取りますが、ほっおい、若干安藤食われ気味だったけどな。なんか部屋が AAAAKAK 赤い赤い、ちょっと待って、赤い、オッケー。ここんところはちょっと早送りにしたら尺がどうなるかわかんねえな。でも早送りにしますよ。うん。おっと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 、ああ右に道があったけど、最後助けてだったな。何？脱出に成功した。うん。全く分かんなかった。マイケル先輩は、あの日からまだ行方不明のままか。僕たちを命がけで守ってくれて、本当にいい先輩を持ったな。また会えるなら、心からお礼がしたい。本当に何もわからないことだらけで終わってしまったけれど、これだけは確信している。安藤さん、なんやかんやで研究データ持ち帰る仕事忘れてね。はい、つうことで、赤顔でございました。エンドもう一つどこなんだろう。分岐とかわかんねえな。安藤に遭遇しなかったらいいのかな。そのバージョンやってみっか、ちょっと。はい、それか、右の部屋行けたのかな、最後。それもちょっとやってみよっか。なんやかやで行けるんだったら、そう、安藤を見捨てるエンド。それをやってみようかなと思うんだけど。何も変わんなかったらね。あれだけども。ゲームクリア。エンド分岐わかんねえな。はい、じゃあちょっと実験的にやってみましょうか。3、こっからか。あら、やばくね、これやらかしてね。あら、お前安藤じゃね。てか、つうことは2からやり直し。うわ、めんどくさ。ちょ、カットでだ。ここでさ、異無視っていうか、横の扉を無視した場合の遠藤、まあ、安藤バイバイ。悪いね。悪いね、安藤ちゃん。安藤ちゃんを無視します。するとどうなる？開かないんだ。つうことは分岐どこだ？ここで右に行く。ここ、おバカ。こっからよっと、無理だな。つうことで、エンド分岐はありません。エンド分岐はありませんと言って終わったんだけども、なんちゅうかそのね、
攻略サイトを見てきました。つうことで、別のエンドを見ましょう。やっぱね、基本的な考え方は合ってたんだけど、ここで電話を開くわけで、最後のセーブのとこですると何かが変わるっていうお話です。安藤からもらった携帯電話、届いたメールを確認することができる。出た。謎のメールがあるんだな。次の部屋、赤い本、鍵がある。やっぱいけんのか。来ねえし。本には真実を書かれている。は？お、なんかある。写真。赤顔だ。うん。誰が撮ったんだろう。あ、右上になんかあんな。もうアピってるもんな。うん。これか。お、扉の鍵。で、この扉の鍵でもって、一番最後の右側にあった部屋に入ると。そういうことらしいんですよ。よし。カット。ほい。やべ。疲れた。ここか？あ、なんかすげえとこ来た。胴体はあるが首から上は見当たらない。えぐいな。えぐいな。謎の機械。そりゃ機械だね。あー、中二病に気がある。いや、それは謎の機械じゃない。古い日記。私はこの研究所でペケペケの開発を行っていた。そして今日ついに薬品が完成した。記念すべき日だ。破けていて読めない。薬品が顔にかかってしまった。焼けるようだ。ページが破けて読めない。一週間も過ぎた。ごめんなさい。あれから一週間が過ぎた。幹部が赤く枯れてきたよ。もうダメだ。幹部が赤く枯れてきてしまった。もはや感覚は全くない。痒い。痒くて気が狂いそうだ。ああ。意味不明の文章。やっちゃったこれが赤顔になったってこと？つまり。で、これか。首から上が見当たらないっていうことか。そういうこと？これが真実か。点があるな、ここに。点があるな。まあいいや。で、こっちは。開かねえじゃん。そういうことは帰るだけか。あ、でも来てねえな。じゃあ帰れんのか。で、これでエンドが変わんのかな。それともおまけだけなのかな、この部屋は。で、出に成功した。わからなかった。あ、そうだよね。あの時のメールは誰からだったのか。謎がまた増えちゃったか。あの日からまだ行方不明のままか。命がけで守ってくれて本当にいい先輩を持ったな。また会えるなら心からお礼がしたい。本当に何もわからないことだらけで終わってしまった。だけど、これだけは、これだけは確信している。どっちにしろ、結果全部悪いの安藤さんじゃね？背景が変わってる。で、曲も変わった。
つうことで、何回かに分けたけども赤顔でした本当にねおもろかったね赤顔通過、ホラー映画なんかでよく見るドアノブが回らないだとか、あの鍵穴に鍵が刺さないだとか、そういった感じを、まあ、タイピングで表してんのかなっていう点で動いたすごい非常によくできた作品だと思います。はい。ただ一つ言わせてほしいのが、扉の間口が狭い扉の間口が狭いから、なんつうんだろう、ねえ、なんですなちょっとずれると、うん、ドア開かないわけだわなうん、だからちょっともうちょっとあと1個分間口が広い方がやりやすい。ということで今回これで終了したいと思います。制作者の方どうもありがとうございました。では次回また YouTube で会いましょう。さよならさよならさよなら、バイチャ。